ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ浦和のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただく車が BMW M4 エディションヘリテージ2020年式12,900km、こちらの車両になります。めちゃくちゃいい車入ってきたじゃないですか。そうですね、浦和店としては久しぶりの M4 で。あ、そうなんですか。だね、うん、でさらにヘリテージ、あの紹介する前に、はい、昨日おとといでしたっけ、僕見つけて思わず写真撮っちゃいましたもんね、はい、わ珍しいと思ってというわけで今回ご紹介させていただくのが、これ僕の勉強が合ってればなんですけど、M4 の一番最後の限定車でいいんですよね、うん、そうですね、はい、で名前にはコンペティションつかないんですけど、うん、コンペティションベースの限定車ということで、世界限定なんと750台、はい、日本に関しては30台しか導入されてないお車になるみたいです。そしてですね、この30台の限定車、あの3色で30台なんですよ、はい、で内訳が今回ご紹介させていただいているラグナセカブルー、うん、46の M3 の色じゃないですか、うん、そうですね、懐かしい感じの、そうですよね、はい、そのラグナセカブルー、これが15台、うん、あとベルベットブルー、もうちょっと紫色に近いブルー、これが10台、そしてイモラレッド、これが5台の合計30台ということで、はい、これ月村さん、なんでこの3色か知ってますか。あの M カラーのさようでございま す,、はいはいすね、というわけで、はい、まあ、随所に M のカラー入ってますけど、はい、その M の3色なんですよね、うんうん、だ3台並べたい、並べたいですねM カラーをこう揃えたいですね、はい、ただ市場はもう時間経ってるんで、うん、ほぼ流通してないですよね、うん、たまに本当に出てくるぐらいの貴重なお車ということ で、ね、はい、今回こちらをご紹介させていただきます。でまず先ほど触れましたけど、色めちゃくちゃいいじゃないですか、はい、最近あのソリッドの車ってぼちぼちこう出てきたりとか、うん、純正でも採用されてたりしますけど、やっぱりこう色あせないですよね、もう、うん、あの物理的な意味じゃなくてイメージ的な意味で、ね、はい、あのどの年式にはめてもこのかっこいい、うん、このブルーで、特にこう歴史があるじゃないですか BMW だと。でしかもラグナセガーってその、はい、サーキットの名称から取ってるんで、うん、もうこれ以上ないんじゃないかなと。そして外装に関してはプラスアルファもしてあるということで、そうですね、はい、M パフォーマンスのこのリップがついてたりとか、あと外装のこのカーボンって標準ではないですよね。じゃないんじゃないですかね、はい、というわけで、うん、各部カーボンになってたりとか、あと、はい、M パフォーマンスのリップもついてると。これつけるつけないで、うん、だいぶ印象違うと思うんですよ、うん、で特にノーマルバンパーって下こう平らじゃないんで、そうですね、はい、これつないであげると低くも見えるし、うん、で当然 M パフォーマンスなんで、まあ、エロダイナミクスも非常に考えられる、うん、そして車当然後期なんで、この後期のヘッドライト標準装備ということで、こんな感じの外装になっております。そしてどんどん行ってもいいでしょうか。はい、何度か M4 をご紹介させていただいてるんで、今回は外装駆け足でいいですよね、うん、そしてホイールの方は、これコンペティションのホイール、形こそそのまんまなんですけども、色が専用の、オービットグレーということで、はい、ガンメタに近いですかね。そうですね、の半ツヤ、うん、そして当然単造、はい、こちらのホイールが装着されております。そしてタイヤに関してはミシュランのこれパイロットスーパースポーツ、うん、こちらと組み合わせてあります。そして今回走行距離は少ないんで、まあ、溝はあるんですけど、特有のオゾンクラック、うん、少し出てますかね。なんで気になる方いらっしゃいましたら、タイヤ交換なんかもしていただいてもいいのかなと。 はい、そして奥には大きいブレーキもしっかり入ってますんで、はいはい、この辺もう間違いないかなと。そして今回の車は M パフォーマンスのサスペンションも、うん、車高調も入ってるということで、車高も若干調整してあるですよね。そうですね、気持ち低い感じですかね。ちょっと低い目にセットされてると、はい、で M パフォの車庫上だとあの電子制御もそのまま使えるということで、うん、こんな感じの足元になった。そしてあとはサイドスカートも M パフォのサイドスカートがついてるんで、まあ、一段と低く見えるような感じになってる、うん、そしてあとはルーフ、はい、当然のカーボンルーフですけども、なんとここに M のラインが入ってる、はい、でしかもこれシールとかじゃなくてちゃんと閉じてあるんですよね。そうですね、これはだいぶ良くないですか。これ一瞬で誰かがステッカー貼ったんかななんて思ったら、ちゃんとこうクリアの中なんですよね。クリアの内側なんですよね、はい、しっかりなんかお金をかけた限定車感が、うん、はい、手軽な限定車じゃなくって、これメーカーじゃないと作れないよねっていう、はい、しっかりした限定車になって。そして後ろも同様に単造ホイール 666M かな、はいはい、こちらが装着されております。そしてもうどんどん行きましょう。後ろに回ってって、後ろのこのトランクスポイラー、標準なんもなしですもんね、うん、はい、これが M パフォーマンスのトランクスポイラーがついてる。
でしっかりこのトランクのプレスラインに合ったこの切り欠きのついてるこちらのトランクスポイラー、そしてあこれトランクにもコンペションって入んないんですね。入んないね、そういえばね。だ言われないと分かんないですね、コンペベースって。でもなんかこれないとちょっとクラシックな感じしません、うん、まあ、その辺が計算されてるか分かんないですけど、コンペなしですけどコンペ仕様の車になってると。そしてリア、こちらのディフューザーが 3D デザインのものになってる、こんな感じのエクステリアになっております。はい、続いて内装を見てみたいと思います。内装もいいんですよね。いいですね。ご覧ください、はい、まずあの細かいところを置いといて、うん、内装もその外装の色に合わせた3パターンということで、はい、こちらのラグナセカブルーに合わせた内装はこの白黒パンダの内装、はい、これめちゃくちゃかっこよくないですか、うん、かっこいいですね。なんかおしゃれっすよね、うん、で各部がこの白と黒のレザーでメリノレザーでコンビのシートになってる、うん、そして各部ヘリテージのロゴが入ってると。例えばダッシュボードにもヘリテージ、これもちゃんと当時あるんですよね、うん、で750/1ということで、はいはい、しっかり台数も入ってると。そしてその元々のベースのカーボンもこれ普通のカーボンじゃないですよね、うん、色がちょっと折り込んである、そうですね、赤みをちょっと感じるカーボン、はい、これがダッシュとセンターしっかり入ってる、うん、そしてあと他にもヘッドレストとかスカフプレートにもエディションヘリテージのこちらが入ってる。これもメーカーじゃないとできないじゃないですか。そうね、このでも配色は絶妙にかっこいいですよね。そうっすよね、うん、もう派手すぎないというか、うん、もうだから本当にコレクターズアイテムというか、うん、もう集大成の車で、装備に関しては、まあ、基本的なコンペティションと一緒ですよね、はい、なんで今回ちょっと割愛しますけども、うん、こんな感じの内装になっております。続いてトランクも見てみたいと思います、はい、で今回あのナンバーが付いてないんですけども名変が間に合ってないということで。そうですね、はい、もうというわけで今回あの試乗に関してはナンバーが付き次第、はい、別撮りでお届けしたいと思います、はい、そしてトランク、まあ、この辺は標準の車と一緒ですもんね、うん、ただあの今回の車多分一度も使用してないんじゃないですか。ほぼ使ってなさそうな使用感ゼロですよ ね、 ですね、はい、というわけで非常にコンディションのいいこちらのトランク、容量的には445リッターということで、やっぱり使いやすいサイズ、うん、まあ、BM この辺安定してますよね。そうですね、そしてトランクスルーも64でできるようになってますんで、はい、まあ、日常使いもバリバリできちゃうお車ということで、そしてこの辺下も少しだけ、はい、パンク修理キットとこんな感じの容量があるんで、まあ、普段乗っていただくのも非常にいいんじゃないかなと思います、うん、続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方がおなじみの直六、2979cc 450馬力コンベなんでもう割りキャップしてるんですよね、はい、でトルクの方が 56.1kg ということで、これに組み合わせるミッションの方が7速 DCT、アクティブ M デフアレンシャル専用チューン、こちらが装着されております。そして、はい、この M4 といえば、はい、ぶっといカーボンのこのターバート、うん、であと今回のお車はオイルのこのピラーキャップ、うん、これがなんか車外のものになってるんですよ、はい、でこれに関してはノーマルはないないのかな、まあ取り寄せることはできますから、ね、はい、まあ、気になる方はパーツ取りましょう、はい、ということで、まあ、このまま使っていただいても問題ないやつなので、はい、なんかその数字のスペックだけ見ると最近 の、 あのハイパワーからするとそんなにって感じだけど、乗るとでもやっぱり気持ちいいんですよね、はいはい、確かに、うん、でしかもあの最近みんな電動とか、うん、あの排気量ダウン、はい、人をダウンしてなんか同じ馬力って感じじゃないですか、うん、これあの伝統的に続く6気筒、うん、はい、なんでこの辺やっぱり乗った時の気持ちよさは圧倒的ですよね。そうですね、はいはい、というわけでこんな感じのエンジンルームになっております。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。おさらいから。おさらいからですね。世界限定750台、はい、日本30台、はい、で特にこの青に関しては10個台だけということで、はい、これあの言ったらメーカーのコンプリートカーじゃないですか、うんうん、この特別感って限定じゃないモデルには決して得られない。そうですね、はい、まあ、もちろんその改造して自分でオンリーワンにするのもいいですけど、このチューナーだったりメーカーがこう作り上げた特別仕様車って良くないですか、うん、久しぶりじゃない。結構なんかちょっと、はい、ちょっとなんか小手先だけでエディションだなんつっていう車結構最近多いけど、はい、まあこれぐらいねパリッとしてると。そうですね、これ結構やりきってますよね、うんうん、
そうするとこうちゃんと特別使用者感はあるよね、はいはい、僕が激おこで動画を撮ったインスパイアドエディションでしたっけ、はい、まあ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 ちょっとその価格だったりだとか そうね、はい、まあ、そういうのもありますけど、うん、これに関してはもう外装ももう特別だし、あと内装、はい、これってなかなかなくないですか、うん、で外装ってまあもちろんそのちょっと見えますよ、ミラーとかそのボンネットとかけど、基本乗ったら見えないじゃないですか、うん、外装って乗り込むまでのこのテンションの高さというか、あいいなって思うのはあるんですけど、やっぱり結局乗っちゃったら見えるのって内装なんで、そうね、でこれだけ内装がこう手が入ってるっていうのはめちゃくちゃ特別感、うん、だ多少割高でもこの辺の車乗っとくやっぱり意味はありますよね。そうね、いやでもこの色いいよね。いいですよね、うん、とてもよいしょ、では参ります。はい、M4、 そうね、M4 の音いやーいいなー、めちゃくちゃいいです。気持ちいいよね、はい、やっぱりポルシェとか BMW ってこの乗ってる楽しさありますよね、うんうん、運転してあなんかこうちょっとニヤッとしちゃう、そうなんですよ、感じはあるよね。すごい絶妙なとこなんですよね、うんうん、でハンドルも別にそんなめちゃくちゃクイックじゃないじゃないですか、うん、もうそれこそマクラーレンとかの方がよっぽどクイックじゃないですか、うん、なんですけどなんかもうちょうどいい感じ。そうね、なので特に日本で、うん、まあドイツ車とか、まあ、スポーツカー買いますっていう時に、まあ、ステータスを求めるのか、まあ、こういうこう純粋にね運転を楽しみたいのかみたいな。そうですね、だから本当にまさに駆け抜ける喜びとはよく言ったもんだなっていう、本当にだからノルトドイツ語3系キャラクターの違い全然分かれますよ。そうね、メルセデスと BM とアウディと、メルセデスってこういう感じ絶対ないじゃないですか、うん、まあ別の意味で楽しいっていうのはまあそうね、 AMG モデルとかありますけど、はい、いやいいなあ。と BM 好きなのはあのシートがもうバカみたいに下がるじゃないですか、うん、そうやっぱりこれぐらい下がるとね。そうっすよね、そうなのよ、めちゃくちゃ下がるっすよ、ね、だって肩と同じぐらいまでドアのこれが。だから BM 乗りになれると国産車乗った時にまず思うのが、うん、シート高っ、そうね、思いますよね、高って。お他の輸入車でも思うけどね、確かに。おなんか本当に椅子に腰掛けてペダルとステアリングがあるって感じですけど、ちゃんと BM とかってシート下がるんで、うん、最初からまあスポーツポジションとは言わないですけど、うん、そこそこのこう、そうね、そこ、はい、そうね、これに慣れちゃうと他が本当あれちょっともうちょい低くなんないかなっていう。そうですよね、うん、でやっぱり多少低くて少しこうドライビングポジションがこうスポーティーな感じになってると、うん、ペダルもやっぱり踏みやすいし、うんうん、ステアリングも操作しやすい。だから多分その辺もまとめて考えられてますよね、うん、いやあとはこのヘリテージのカラーがいいと思うんですよ、うん、一見すると派ですけどこのちゃんと歴史のある色じゃないですか。そうね、ソリッドで、うん、で見方によってはっていうか、まあ元々の色はそのクラシックな色だから、だからこれ結構年齢層高めの方が乗ってても全然違和感ないというか、まあ一見するとちょっと派手めかなっていう感じしますけど、そうね、ただポルシェのあのマイアミブルーほど、はい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 、こう弾けてないっていうか、はいはい、もうちょっと抑えてあるブルーなんだけどね。マイアミブルーって結局新しい色っすもんね、あれ、うん、ああいうのに比べると伝統の色だから、うん、うわ楽しい。うわめちゃくちゃスムーズっすねやっぱり。いや排気音に関してはもうプラスアルファ正直欲しいです、うん、もうそうね、今回出口しか変わってないということで、うん、もうちょっとカーンっていう音で走りたいですけど、うん、そして乗り味に関しては結構硬いっす、うん、はい、まあ、本当にあの段差みたいな急な入力に関してはダーンって感じしますけど、普通に街乗りするレベルであれば助手席でも大丈夫じゃないですか。そうだね。あと僕ありがたいことにですね、はい、最近 46M3 久しぶりに乗らせてもらったんですよ、はいはいはい、めちゃくちゃいい車じゃないですか。そ
そうだよね。であれ乗って思ったんですけど、もう本当にキープコンセプトだなと思ったんですよ、うんうん、まあ、もちろんその年々こう車大きくなってったりとか、うん、エンジンがまあ一瞬こうブハチになったりとかターボついたりとかしてるっすけど、なんかもう根本的なその考え方のところが変わってないなと思って、うん、ちゃんと繋がってると思ったんですよ。そうだね、はい、名古屋店の店長の東さん言ってましたけど、うん、もう BMW の看板じゃないですか、うん、3シリーズ、うん、でしかも M3 って言ったら、うん、そこに関してはやっぱりしっかり作ってあるよねって。そうね、まあ BMW のこのモータースポーツのね、まあ、原点というか。そうですね、うん、いやいい車だ。まただから現行の G 型とちょっとあのエンジンこそ進化系ですけど、スタイリングもガラッと変わって、まあレオ型例えば分かんないですけど、今後ヘリテージとかなんかちょっとクラシックなんて出てくるかも分かんないですけど、まあちょっと意味合いちょっと違うと思うんですよね。世代がちょっとガラッと違うし、デザインもかなり攻めたんで、本当にこのヘリテージエディションというだけある感じでね、いいと思います。確かにこれに関してはもうメーカーじゃないと名乗れないですからね。そうね僕らがあの後からアフターパーツつけて、いやこれヘリテージなんですよって言ってもはぁって感じですけど。あれこれカーボンの中にブルーもいるのか。いや見たいっすよ、はい、ちゃんと M カラーが仕込まれてる。 M カラーになってるね。仕込まれてるみたいです、まあ、光のあれで赤しかちょっと目に合いなかったけど、ブルーもいるんすね。分かんなかったこれって。あ映るか。はい入ってます、うん、一見するとブルーじゃん、赤だけ見えますよね。交互に赤と。そうね、はい、なってます。で今回の車は今電源切れてますけど、レーダーとドライブレコーダーもしっかりついて、はい、ですね。そしてコンディションも良好と。コンディション良好です、はい、良好っていうかもう最高だよねそうですね。いやこういう車持っときてえな、ね、うん、あと豪勢やっぱりすごいんですよね、うんうん、全然違う気がしますもん、うん、M と M じゃないので、うん、すごいだからなんて言うんだろう、硬いこのフレームに乗ってるっていう感じしますもんね、うん、それ 46M3 もそうでしょ、やっぱり、うん、久しぶりに何年ぶりに乗ったんだろう。でやっぱエンジンは気持ちいいよね。めちゃくちゃ気持ちいいです、うん、前も言ったかもしれないですけど 46M3 初めて乗らせてもらった時にもうびっくりした、うんそれまで国産車しか乗ったことなかったんですよ、うんうん、で初めて欧州車のそのスポーツモデルというか激しいモデルに乗らせてもらったのが 46M3 で、はいはい、何この車と思って。めちゃくちゃ車硬いし、うん、はい、でなんか国産車と違うなんかそのすごい重厚感のあるさ、うん、そのステアリングじゃないですか、ね、ペダルフィールとかもでなんか軽やかに速いというよりかは、うん、なんかすごいこう機械が正確に動いてどっしりしてるけど速いみたいな、うん、まあ実際車は多分軽いんでしょうけど M3 もあの国産からね乗り換えちゃうと本当に剛性感の違いは歴然だもんね。めちゃくちゃ思いますよね、うん、で当時僕カーセキュリティつける仕事してたんで、うん、あのつける関係でこうジャッキアップするんですよ、はいはい、ガレージジャッキで、うんで国産車ってもうガレージジャッキで、まあ、その年代ですけどジャッキアップするとドアがもうちゃんと閉まんないんですよ、うん、ドアがずれちゃって、はいはいはい、で46の M3 はもうジャッキアップして片輪浮いててもバンと閉まりましたすげえっつって。いやー最高の車でした。ありがとうございます。じゃあ最後になりますけども、はい、今回あの試乗別撮りなんで、そうですね、下手で喋ってもいいですけどあのまだしてないんで、はい、ちょっと試乗の感想はお届け最後はできないんですけども、やっぱりこういう特別な車ってめちゃくちゃいいなと思うんですよ、うん、そうですね、はい、で僕ら普段作らせていただいてるそのカスタマイズした車両に通じるところがあると思うんですよね、うん、なんかこの特別感言ったらこのメーカーの、まあ、改造車っていうわけではないですけど特別使用車なわけじゃないですか。なんでやっぱり普段普通の車乗るのもいいんですけど、うん、やっぱりこういう特殊な車、特別な車のこの所有した喜びとか、うん、まああとは走って楽しむ喜びだったりとかっていうのはやっぱり格別だなと。特にあの BMW って本当にこうシンプルに走りが楽しい車が多いですけど、これ見ても楽しいし、確かに、うん、はい、
その辺の所有欲が満たされる車だと思いますよね。華やかさありますもんね、うん、はい、なのでぜひ気になる方はお早めにお問い合わせいただくといいんじゃないかなと思います、はい、というわけで今回は BMW M4 エディションヘリテージをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。